どうも、めいチャンネルです。今回も静岡を中心に観光するお話です。静岡は見どころが満載で何日あっても足りません。しかも関東から西に行く際には中央道か新東名を利用するので、今後もちょくちょく静岡さんにはお世話になります。ということで、静岡観光の始まり始まり、最初に目指す場所は駿府城公園です。ベイチャンネルは嫁シャキオと旦那主任の2人が旅に出たりイベントに参加したりする Vlog です。私たちの動画が少しでも参考になったり面白く感じていただけたなら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録をしていただけると幸いです。駿府城は今から遡ること650年前、室町時代に今川の陸にが駿河国の守護に任せられた頃からあるらしいです。有名な今川義元は乗国から数えてざっと10代後の当主です。そしてその義元の時代に家康は幼少期から19歳までの12年間をこの駿府で生活したようです。後に戦国大名天下人になり征夷大将軍となった家康は江戸幕府を開き、さらにその後息子の秀忠に将軍職を譲り、この駿府城を拠点に置き余生を過ごすことになります。
家康は慶長12年、諸国の大名に命じ、駿府城の大規模修繕を開始する。城を取り囲む石垣の石材には、築城に関わった諸大名の家紋や符丁が刻まれております。それは、刻印石、といい、150種類300個以上も確認されております。だが、この広大な石垣の石材は、どこで採石され、どのように運搬されたかは明らかになってない。別寺猿櫓や辰巳櫓は戦の際の物見の役割を持つ重要な建物でした。東御門は駿府城二の丸の東に位置する主要な出入り口で、要所に石落とし、鉄砲狭間、矢狭間を持つ堅固な守りの実践的な門です。Thank you.
ほら、金が出すよね。これ、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 これ